もしもし。もしもし。もしもし。今日いい天気だね。いい天気だね。その大事な話があってさ。うん。何？前から気になってて。好きです。付き合ってください。好きです。付き合ってください。ごめん。無理だ。え？なんで？なんで？マナ、臭いし。臭いし、いつも同じ服着てるし、へそにゴマあるし、麦茶ばっかり飲むし、靴下に2足しか持ってないし、炭酸飲めないし、ごめん、無理だ。私のいいとこって、ん、例えば何？例えば？例えばそうだね、たくさんあるよ、もちろん。たくさんたくさんある。例えばね、優しいとことか、うん、あるって。まだほら、歯磨いてるとことか、ちゃんと歯磨いてんじゃん、ちゃんと毎日。歯磨いてない人多いんだって。それでもマジ歯磨いてなかったんだって。そういうことも朝起きてすぐあったんだって。大丈夫だよ。したら今度もう買ってきてあげるから、あのモンダミンね。あと下ベロを磨くやつ、それ大丈夫だって。大丈夫ね、美容室どこなの？ん、遠いの嫌だよ私。あ、いや、そんな遠くないよ。車で15分ぐらいかな。ああ、ほんと？車で15分ぐらいの距離ならいいでしょ、別に。うん、オッケー。じゃあ行きましょう。 GO！ うぇぇぇ、なんだそれ。いや、もう言ったじゃん、だって、あの車で15分ぐらいの距離って。え、だから車で来るかと思うじゃん。誰も車で行くとは言ってねえよな。うぇぇぇ、あっ、感じた。何だっけ、何色だっけ。アッシュグレーのなんとかパーマ。シグレーのシグレーのパーマ。すごい。マッサムみたい。今から薬を。レブコンを探していきたいと思います。はい、ということで。あれ、待って、もうカレフ君らしき人がいた。ちょっと、あれカレフ君だよね。カレフ君、カレフ君、何？みたいじゃん。え、これアッシュグレーじゃなくない？アッシュグレーじゃないよね、なんか。これ茶色じゃん。なんか、なんか茶色っぽくないって思った。え、なんで言わないの？え、待って、茶色じゃん。これ変わんないやん、じゃん色。うん、ね、なんで？え、しかもなんか絡まってるし。うん、待って、本当に羊みたい。なんでこうなったんだろう。あー、でも後ろ姿はいい感じなんだけどね。前がさ、ちょっと。あっ、羊。
字じゃない？数字だよ。でもさ、お風呂入って、だって明日の朝だよ。明日の朝どうなってるか、うん、オッケーオッケー。じゃあ明日の朝ね、どうなってるか。じゃあ明日の朝ね、どうなってるか、エンディングの後に乗ります。ふざけんな！ふざけんなよ、マジで。アフロよ。本当？じゃあ、僕がやりたかったらパーマなの、うん、アフロじゃないの。アフロじゃん。海外の赤ちゃんの毛みたい。え、それどう思う、お母さん、これ。え？女子高生用の。え、アフロじゃん。ちょ、だからさ。ラーメン食べてる人みたいな。え、でも後ろ姿、なんか、あれ？いや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 。雷の子っていうか。ざけんなぁ。いいじゃん。明日直してきね。明日行くよ、もう一回。うん。さすがに。やばくないマジで。頭の大きさ2倍ぐらいになってんじゃん。いや、自分の顔よりでかいんじゃない？もう切ってくれ、うん。もういいからお風呂入ってくるから。いってらっしゃい。後ろ姿やもん。うわぁ揺れる揺れる。うわぁ撮ってんじゃねえ。うわぁ揺れてる揺れてる。さ、え、なんで俺のこと好きなの？まだ好きかどうか分かんないんじゃない？でも好きって聞いたんで。え、もしかしたら夢見てるのかもしれない。お主夢見てるかもしれないね。お主夢を見とるの？運命だとか未来。え、もうじゃあバラちゃんが覚えてないって言うからしょうがないよ、覚えてない。お前黙ってるな。俺はマナに聞いてるんで。俺のこと好きなんでしょ。そうならそう言えよ。そう言ってみよう。ちなみに田中何くん？なんかこっちもうねうねしてて説教のレベル低っ。だって何言っていいか分かんない。説教のレベル低っ。ねえ、びっくりした。説教のレベル何言っていいのか分かんないの。マナちゃんの説教。マナちゃんがなんか一発ギャグやって、僕と伊藤がそれをこらえます。二人を笑わせたら勝ち。アンパンマン、アンパンマン、アンパンマン。じゃあ今回の動画いいね。